オレグ・マルコビッチ・ゴボルンは、ロシア連邦の政治家。2012年5月21日から2012年10月17日まで、2012年、ウラジーミル・プーチン政権1期目で4代目、ロシア連邦地域開発省を務めた。1969年1月15日に、シベリアのイルクーツク州ブラーツクに生まれる。1976年から1986年まで、モスクワ州、 風式の第9学校に学ぶ。1987年から1989年まで2年間兵役に着く。1993年にモスクワ森林大学を卒業し、科学エンジニアの学位を取得。卒業後はアルファ銀行に勤務する。2000年にロシア連邦大統領府地域第一副部長に就任する。2004年に大統領府内政政策副局長。 2006年3月20日、大統領府内政政策局長に任命され、2008年5月19日、ドミートリー・メドベージェフ大統領によって再任される。また、政権与党統一ロシア最高会議メンバーにも選出された。2011年9月6日、中央連邦管区大統領全権代表に任命される。2011年9月14日、 ロシア連邦安全保障会議メンバーに就任する。2012年5月21日、ドミートリー・メドベージェフ内閣で地域開発省として入閣する。しかし、2012年9月19日に、ウラジーミル・プーチン大統領は、大統領令で命じた施策が、時期予算案に反映されていないと激怒し、ゴボルン、ドミートリー・リバーノフ文章、マクシム・トピリンロー章の3人の閣僚を、 懲戒処分にした。ゴボルンは、その後体調を崩して、公務を休む。結局プーチン大統領は10月17日に、ゴボルンを地域開発省から解任した。ゼーゼーファイ、二十2 2 6百三十ゼー、ファイ、ゼーゼー、ファイ1 9 2 8八百七ゼーファイ、ゼー、ゼーファイ、ファイ、ゼー、ゼーゼーゼーゼファイ十九二千十二千三百四 ぜいぜ、はい、ファイ、ぜ、はい、ファイ、ぜい、ファイ http コロンスラッシュスラッシュ sangei.jpmsn.com ワールドニュース12万 1017ehappy12 兆17億1918万 2n1htm ありがとうございます。